Hey, everybody, my name is Jay Carchi. I'm the community manager of Namco Games America, and we are here in Tokyo, Japan, uh, for the Jump Festa event. We're going to see a whole bunch of cool games, a lot of cool stuff, but right now we are at Cyber Connect 2's office, so we wanted to talk to a very special person. Uh, Matsuyama, why don't join us? Hi. Hey. Hello. You. <laughs> Can you introduce <laughs> yourself for our fans? Yeah. みな、えー、さんこんにちは。ナ、えー、ルトメットシリーズの開発を行っています。サイバーコネクタ、えーズの大木のまちおぶです。今日よろしく。We heard the news. Congratulations, you guys. it's a brand new game.、Uh, can you tell us what little you can about Storm 4? はい。あの、まあ、ついに、うんえー、いよいよ、えー、発表となりました。あの、Storm 4なんですけども、まあ皆さんね、驚く準備できてますが今回我々あの、PSG はね、360で持っ開発してきたものを、えー、もう一切線を引きまして、えー、完全に実在機、PS4、Xbox One。

だかかららもうこれからね、やっぱその PS4 So, looking back, you've done Naruto games for a very long time. Looking back on Storm 3 and Full Burst and Revolution, what are some things that、um, you really. loved about the Storm 3 iteration and what are some things that you think you wish you could have done better? What are the highs and lows for the Storm 3 for you?Storm 3では結構そのまあ今までやっぱこうずっと作ってきてて Storm 2ですごいやっぱこうお客さんからねあの評判がよかったっていうのもあって Storm 3ではやっぱ最新の物語でその、まあ、ドラマの表現っていうものをすごいまあ頑張ってね あの、作って、まあ、そこはもちろん、あの、評価をいただいたんで、ストーム2をちゃんと超えることができたなっていうのは、一つ手応えとしてはあります。けど、まあ、同時に反省点としては、これも本当終わった後にもね、あの、スタッフともいっぱい話をしたんですけれども、やっぱその、ゲームとしての、その、バランスだったり、いわゆる、その、まあ、処理落ちというか、えー、そこに関しては、ちょっとこう、反省点も多かったんで、まあ、ちなみにあの、レボリューション、 に関しては、その、今までシリーズ十数年やってきましたけど、あの、ストームシリーズの中でも5作目にして、今までで本当こう、一番ね、大きくそのバトルのシステムをあの一新して、あの、本当に長くあの遊んでもらえるためのそのシステム作りっていうのを、もう本当我々サイバーコネクト2の開発スタッフだけではなくって、あの、いわゆる格闘ゲーム、 に、あの、精通している外部のスタッフを入れて、あの、全く新しいシステムを作って長く、本当オンライン含めてね、楽しんでもらえるための、その、バトルの駆け引きっていうのを、あの、意識して、えー、作らせてもらったのが、あの、レボリューションです。うちらがね、まあ、ちょっとこう、反省したというか、ごめん、なんかね、あの、アメリカ人やヨーロッパの方々のことを、俺らちょっと誤解してたわ。あの、 日本人はね、みんなやっぱこう格闘ゲームよりも、やっぱこう RPG とかストーリーとか、そういうのが好きやけど、その、欧米の方々っていうのはね、みんなやっぱこう、戦える格闘ゲームの部分がやっぱ一番で、その、ストーリーの部分なんか別にいいと。戦ってオンラインで長く楽しめればそれでいいんだって思ってらっしゃるとばかり思ってたんですけど、あの、過去にね、ストームシリーズやって、ジェネレーションやって、レボリューションっていうね、ストーリーが入っていない、そのパターンのやつを作ってね、 日本人だけじゃなくてね、欧米のお客様からも、なんでストーリーが入ってねえんだと。俺たちはもっとエキサイティングなボスバトルとか、そういうのをもっと楽しみたいんだっていうね、おし掛けをいっぱい受けまして、あのー、ちょっとね、そこをね、うちら勘違いしてて、ごめん、ほんと時間かかったけど、ようやく気づいたし、スイッチ入ったから、もうね、ストーム4は、もうほんとドラマがっちりやってるから、めっちゃ今までとね、あの、違うよ。間違いなくね、かつてない臨場感。 没入感っていうものをテーマにに作っててるからそこは、ね、本当に期待し開発の仕方は実はあまり変わってない。 で、最初はね、やっぱこう、いろいろ、まあ、手こずるというかね、わからないことも多かったけども、やっぱバンダイナムコゲームスっていう、やっぱ大きい会社がね、すごくバックアップをしてくれたのもあって、あの、開発はね、思ってたほど、あの、こう、難航することもなく、あの、順調に進むことが、あの、できました。で、特にやっぱスチームは、あの、北米、そしてあとヨーロッパの一部の地域にね、その、まあ、熱狂的なファンというか、あの、やっぱ PC で遊びたい。 お客様がやっぱ多いのでそれはもともと意識をしてたから我々を、まあ、今のやっぱこう次世代機の開発っていうのはもう PC も PS も XBOX も,もう正直関係ないから結構 PC ベースで作ってるようなところもあるからあの出すって決めればわりと手厚くあの作ることはできたし We've seen a lot of people who are very excited that、um, you guys are developing for Steam now. It's a growing platform. Um, but whether it's Steam or PS4 or Xbox One, are there any specific uh, features or new kind of crazy things you're excited to try out with Storm 4 now that you have more power to work with? にばっかりこう目が行きがちだけどもあのそのスペックが上がったことによってそのポリゴンがもっとたくさん出るとか敵がたくさんいっぱい描画できるとかっていうことはねもう正直開発者にとってもお客さんにとっても当たり前だからやっぱこう今まで PS3 だったものが PS4 になってあの今までできなかったやっぱこう体験っていう新しい体験をね与えてあげることがやっぱ我々作り手のやっぱ使命だとあの思ってますんで PS4 だったら PS4 なりの例えばシェア機能だったりもっとそれ以外のやっぱこう機能も含めて

Has that? Do you guys talk about that internally? Has that affected your development schedule, where you have to devote more resources post-development uh, to to keep the game fresh and kind of keep players happy? Um,もちろんです。あの我々はむしろあのデベロッパー。Mm -hmm. 開発会社なのでその発売したらやっぱもちろん終わりじゃなくて本当の意味では発売した後からやっぱこう本当のサービスっていうのが始まるのであのゲーム発売後にあのお客様からね世界中からやっぱいただく意見っていうものは一つ一つ数万件全部見てるし。そう、a c k we have people shouting all the time in the Americas they have ideas for Naruto franchise, they have they want balance changes, they have new character ideas. What? バンダイナムコの公式リンクからもうちのリンクが貼られてるから、世界中の,、ね、あの意見が集まるようになってますで。それは言語選択ができるようになってて、そうやって上がってきた意見っていうものを毎週うちら実は集計してて、えー、と何に対する意見が何百、 今日入っったかとかとていうののを実はそのバンダイナムコ、ね、毎週金曜日に日本時間でやってるんだけどもそのそれは今のやっぱタイトルのパッチでやっぱ対応をするべき内容なのかそれとももうシステムの根本に関わる部分であればじゃあちょっとここはもう次回作に生かしていきましょうっていうようなことも含めて本当にね毎週ちゃんとねあのミーティングをしてるしあのその都度その都度慎重に判断をしてあの行動をしてますなので皆さんの意見はちゃんと届いてます Naruto as we know it is it's over it's done <laughs> so people with the internet the way it is now everyone's online everyone's talking about it sharing their experiences what was that uh what was that like for you the end of end of the manga あの実はもう13年前からねあのナルトのプロジェクトに関わってずっとゲームを作り続けてきてるのであのそれこそ岸本雅史先生や集英社あとテレビ東京そして、えー、アニメ作ってるスタジオピエロとはもうあのいろんな情報をねあの共有した状態でもちろんあのゲーム開発はやってるんでナルトがもう何年も前からあの完結に向かっているっていうことと、えー、まあ要は。 どういう展開でどうなってどういう風うに終わるのかっていうことも実はもう我々は何年も前からまあ知ってたんですね。我々が知っている情報として一つのあの結末に向かってるっていうのは分かってはいたものの、それでもやっぱね、最後の5話はやっぱ驚きましたね。あの、ああなってこうなってこうやって終わるって聞いてたにもかかわらず、毎週の少年ジャンプがもう聞いてた情報が全部 その衝撃の方が上だから、これを書くためにやっぱ15年頑張ってこられたんだな。毎週毎週本当にね、何度も読み返して、読み返すたんびにちょっとこう、胸が熱くなって。まあ、ただね、あの、まあ知ってるの通り、日本では今あの、The Last, ナルトザムービー。 が、あの、公開されてる、まあ、最中で大ヒットしてるっていうのと、あの、宣言されてる通り、あの、新時代開幕プロジェクトっていうのがあって、来年以降もね、あの、ナルトにはいくつか大きな展開がね、ナルトプロジェクトとして、あの、まあ、 展開が待ってるし、まあ、もちろん、その内容は知ってるんだけど、言えないんだけどね。言えないんだけども、全然、まあ、もちろん、漫画原作は終わりましたけども、ナルト自体のこうプロジェクトが全然終わった感覚はやっぱなくて。まあ、我々自身も、もちろん、追いかけて、ずっとゲーム作ってるっていうこともあって。So it's not everyday that we get to stop by Tokyo and say hello. We are here for jump festa, which is coming up very soon. Could you? ジャンプフェスタっていうのは、もともとあの、少年ジャンプのあの、漫画作品、そして、アニメ作品、そして、ゲーム作品。15万人とか20万人っていう、すごいたくさんの、あの、お客さんが集まる、あの、イベントです。中ではやっぱこう、漫画をより楽しむためのイベントだったり、あの、最新のゲームがね、 Uh, specifically, what can fans? We're gonna have a little more info on Storm 4. What specific people look forward to with Storm people forward look to バンダイナムコゲームズブースと、あとソニーコンピューターエンターテイメントブースで、それぞれプレイアブル出展があのされますあの。発表されたばかりなんですけども、もうもちろん我々はあの作ってますし、動いてるので、その,あの、ま、体験版をねあの、触っていただけるようにあのしてます。で、発表された直後、まあ、本当、今週の話なんですけども、世界中からもうすでに我々いただいてる意見っていうのは、なるといよいよ PS4 かと。けど 今までの PS3 やね、360や PC でやってたシリーズも十分なんかこう、綺麗だし、すごかったから、あれ以上の進化はそんなにないんじゃないのみたいなことをね、おっしゃる方が、まあ、いらっしゃるわけですよ、一部。あの、そんなことはねえと。あの、本当に、我々自身もちょっと今驚いてるんですけども、もちろん PS3 でずっと作ってきた超アニメっていうあの、 表現とあの、こう、ぬるぬる動く気持ちよさっていうものは一つの到達点だと思ってたんですけども、その向こう側ってあったんだって我々自身がね、驚いてる。なので、その一部、その片輪を、このジャンプフェスタで初公開するので、まあなかなかね、こう、外国から来るっていうのは難しいかもしれないけども、せっかくね、今回来たんだからさ、絶対ね、 あの、Hopefully you can join us in in the states and the americas to help promote the game. Talk to some of the press, talk to some of the fans. Um, so one of those times that you come out, we'll put together a, a tournament for Storm 4 and you think you could play in it for us? <Yes>. 来年に多分なっちゃうと思いますけれども、えっ、ー、と、北米、えー、伺います。で、直接ね、あの、皆さんに、えー、このストーム4の、やっぱこう、すごさっていうものを、あの、店にね、あの、体験していただきに、あの、行きたいと、えー、思ってます。で、特に今は、北米だけじゃなくて、やっぱ南米、あの、本当、あの、北米、南米ともに、今、やっぱこう、市場規模っていうのは、あの、今やっぱ、 拡大傾向にやっぱあるしあの特にナルトのファンっていうのはあの本当勢いはとどまることもなくずっと増え続けてると思うんで一人でも多くの人にやっぱ最新のナルトゲームっていうもののこう魅力をねあのお伝えするためにあの何度も頻繁に伺いたいと思いますんではい、あのー、ついに発表となりました、えー、PS4xbox1 そして、えー、STEAM で展開予定の「ナルティメットストーム4でございます。来年になると思いますけどもゲームが発売したら 多分ね本当にびっくりしてもらえると思いますんで、えー、また次の情報を楽しみにそして「バンダイナムコゲームスアメリカ」の情報をしっかり追っかけてください。